に料理していくか。打ちました。このフライは切れそうだ。切れました。ファウルボール。ワンボールツーストライクです。低め見ました。ボールです。打ちました。牧掴んで3アウトです。しかしこの回カープ貴重な得点でリードしました。1回終わりました。3対2、カープ逆転に成功しました。2回に入ります。7番から始まるベイスターズの攻撃。伊藤が打席に入ります。カープ1点リードで迎える2回です。さあ里崎さん、この後のピッチングどのようなところに注目しましょう。そうですね、攻撃陣の頑張りに応えるような投球を期待したいですよね。とにかく最少失点を心がけたいですね。なるほど。さあしっかりと守っていきたいところ。最初は変化球できました。2球目は何で来るか。インコース決まりました。これが3球目。力のあるストレートですよね。はい、アウトコース空振りストライク。ワンボールツーストライクです。ファウルになります。引っ張った。セカンド取る。アウト、ツーアウト。ピッチャーに打順が回って先発のロバートバッターボックスに入ります。ピッチャーが相手でも気を抜かずきっちりアウトを取りたいですね。そうですね。インサイド変化球決まっています。得意のボールでストライクを取りました。これが2球目。変化球を持ってきましたがわずかに外れました。インサイド落ちました。打ち上げた。ファールグラウンドへのフライです。キャッチャーが落下点に入ります。掴んで3アウト。反撃したいベイスターズでしたがここは三者凡退に終わっています。3対2、カープが1点をリードしています。先発の野村がバッターボックスです。当然ですけど出塁しようという意識で打席に入ってほしいですよね。そうですね。これが1球目。初球ボール。低めの変化球は決まりません。ボール先行です。この打球は落ちそうだ。ワンバウンドヒットになりました。先頭バッター出ました。カープノーアウトランナー一塁です。打順はトップに帰って菊池。前の打席はツーベースでしたからね。はい、今日はバットが触れてるようなんでここも思い切って狙っていってほしいですね。そうですね。ヒットでランナーを一塁に置いています。
ここは中途半端なバッティングでゲッツーなんてことにならないようにしたいですよね。なるほど、そうですね。外に決まりました。打ちました。センターへ打球伸びる。ここは打ち上げています。桑原抑えてワンアウト。さあ点差を広げたい場面、一塁にランナーを出しています。バッターボックスには野間。ここはバントでいいと思いますね。はい、さあここは送ってくるんでしょうか。ストライクになります。ノーボールツーストライク。さあ3球目は何か。インコースボール。いいよ、ファーストの横抜けました。ファーストランナーセカンド回って三塁に向かう。バッターランナーは二塁まで進みました。これでマルチヒット、ワンアウトランナー三塁二塁。初球空振りです。ここは犠牲フライで OK ではあるんですが、まあクリーンナップなんでそれ以上期待したいですよね。はい、さあクリーンナップらしいバッティングができるんでしょうか。釣り玉、しかし誘いには乗りません。打ちました。ショート取った。ホームに送球。本塁タッチはアウト。ここはファインプレーに阻まれてしまいました。里崎さん、今のプレーいかがですか。このプレーは大きいですよね。さあそしてバッターボックスには西川が入ります。さあ2アウトながらなおもチャンスは続きます。ここで追加点が取れるかどうかは大きいですよね。うん、なるほど、そうですよね。インサイド落ちました。この打球は落ちるか、どうだ。最後はレフトフライ掴んで3アウトです。ランナー出ましたがカープ得点には至りませんでした。2回終わって3対2、1点リードはカープです。里崎さん、序盤をリードで迎えた展開なわけですが、この後どのようなピッチングが必要になる。やっぱり先頭バッターをしっかり抑えることでしょうね。コーナーをしっかり攻めていきたいですよね。はい、ここに来ても丁寧なピッチング期待しましょう。さあ2球目は何か。インコース決めてきた。あっという間に2ストライクです。ファウルになります。これもファウル。インコース外れてボール。
内へ低めに変化しました。打ちました。高いバウンド、菊池アウト、ワンアウトです。バッターボックスは2番桑原。さっきはストレートを打たれたんでね、ここはストレートをどう使うかですよね。なるほど、そのあたりバッテリーは警戒していかないといけませんね。初球は際どいところに来ました。ストライクです。次が2球目。ファウルになります。打ちました。弾き返した打球はセンターへ。センター掴んで2アウト。バッターボックス佐野、先ほどの打席は内野フライに打ち取られています。2アウトになっています。初球ストライク。まあここはボールになることを恐れずに厳しいところに投げたいですよね。なるほど。さあキャッチャーどこに構え、高めのボール、打球はライトへ。野間が掴んで3アウトです。反撃したいベイスターズでしたが、ここは三者凡退に終わっています。3対2、1点リードはカープです。赤星さん、立ち上がりを攻めリードを奪っているわけですが、もう一押ししておきたいところですよね。そうですね、こういう展開の場合は取れるときにしっかり取って優位に立っておきたいですよね。そうですね、追加点を取れるのか注目です。2球目打ちました。このフライはどうだ、落ちるか。センターが取りました。打順は6番田中、先ほどの打席で同点タイムリーを放っています。いやー、対戦金のタイムリーでしたよね。見事でしたね。リードはしてますけど、この打席もしっかり集中していってほしいですね。はい、この打席も期待しましょう。ロバート、まずは先頭バッターを打ち取っています。2球目は何で来るか。いいところへ決まります。ノーボール2ストライクです。アウトコース打ちました。取って2アウトです。今画面に出ているのが先ほどの配球です。初球ボール、になります。148キロ。改めてお聞きしますが、このデイビー、どういうバッティングスタイルなのでしょうか。そうですね、まあランナーがいると打ち方が変わる場合もありますけど、基本的には一発を狙うホームランバッターですよね。そうですか。4球目は何で来るか。高めのボール打ちました。打球はセンターへ。桑原が抑えて3アウトチェンジです。この回カープ三者凡退です。3回終了、3対2、1点リードはカープです。回は4回の表、追いかけるベイスターズの攻撃。打席には4番バッター牧、先ほどの打席でタイムリーツーベースを放っています。カープ1点リードで迎える4回です。さあ里崎さん、リードを守るべくしっかり抑えていきたいですね。まあここから落ち着いて自分のピッチングできるかですよね。そうですね、さあしっかり抑えていきたい。カットボール、
次が3球目。低め、落ちるボール決まりました。追い込んでいます。ワンボールツーストライク。これが4球目。打ちました。上本、これはショートのエラーです。二塁タッチもセーフ。先頭バッターを出してしまいました。ノーアウトランナー二塁です。さあカープピンチを迎えています。一発出れば逆転ですから、ここは慎重に低め低めですよね。